皆さん、動画視聴ありがとうございます。リーファス株式会社の西崎です。私は普段 IFA 独立系金融アドバイザーとして、お客様からお金や投資の相談に乗っています。楽天証券投資では、やってはいけない資産形成、1万円で買える米国高配当株などのコラムも連載しています。もし、この動画の内容を良かったと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回お伝えしていきたいのは、やってはいけない投資信託、円安時の投資判断に要注意。 資産形成の正解は人それぞれです。一方で多くの人が失敗してしまう運用の考え方ややり方があるようです。このシリーズでは資産形成を始める人が陥りがちな失敗事例を取り上げてやってはいけない行動を分かりやすく取り上げて解説していきたいと思います。今回お伝えしていきたい円安の時の判断という時で、一つは、あの、為替益が出ている資産がどうすればいいのか。そして、あと、円安が資産に与える影響とは そして、円安時に注意しておきたいポイントについてお話をしていきたいと思います。で今回のお悩みですけれども、今回お悩みで来られたのは、大木さん。この方はの5年ほど前からまあ子供の学費などを貯める目的で、アメリカのですね米国 S&P500 に投資する投資信託で、積み立て投資、いわゆるインデックスの投資をしていました。で今年に入ってまあ株式相場が下落になってきていると。それはすごく不安に思ったんですけれども、一方でですね、あのドルが非常に円安になってきていると。 今現在で134円とか入ってきているような、まあ、そういうような状況の中で、まあ、為替が評価益がすごく出てきていて、まあ、結果的にあの投資の含み益は過去最高になってきていますと。ただ、積み立て投資をしているお金っていうのは、特に今のところは、くどり崩す必要はないと。ただ、一旦売却して様子を見た方がいいのか、まあ、それとも継続して積み立てを続けるべきなのか、まあ、思わぬです、ね、あの利益となったにまに、まあ、これまで考えてなかった想定のない状況になっていたので、それを悩んでいたという状況でした。 皆さんも株式の動きっていうのはすごく大きくあるので、すごくそこを注目して見てると思うんですけれども、意外と為替の影響っていうのを考えずに投資している方も多く、おそらく今年になってこれだけ円安が急に進むと想定した人はあまりいなかったんじゃないかなと思います。ただそういう時にですね、投資託は継続するべきなのか、それとも売却するべきなのか、どういったところを気をつけて判断していけばいいのかというところをお話ししていきます。でまずですね、皆さんにお話ししたいのが、円安。 まあもしくは円高ですけれども、まあ、その時に保有資産にどんな影響を与えているのか、ここにまず注目していただきたいと思います。今はですね、資産運用で海外の投資というのが当たり前になってきています。なので、まあ、円安になればそれだけ投資した資産が増えているという状況になっている方は多いと思います。まあ、海外投資といっても基本的にはアメリカ、つまり米ドルがですね、為替に影響を与える資産っていうのが非常に多いかと思います。でもちろんですね、単純に円安っていうのが私たちの生活を考えていくと、 まあ一概にはいいとはちょっと言えないところもあるんですけれども、単純に投資という面では、海外資産に投資しているという点でいくと、まあ、資産が増えているという分かりやすいメリットがあります。だそこで米ドルで考えていくと、こ、まあ、今年3月からの急激な円安の背景っていうのは、いろんな考え方あると思うんですけれども、大きくは3つ、まあ、米国の利上げの開始、そして資源価格の高騰などによるあ日本のです、ね、貿易収支のまあ悪化というか、赤字方向に動いていると。 あと日銀がですね、差し押えによって日本の金利の方がまが抑えられると、このあたりがですね、大きな要因として考えられるかと思います。もちろん今後の為替相場というのは、ですね、あの誰もが分かるというものではないんですけれども、これだけ大きく為替が影響としてして動いてくると、まあ、皆さんもですね、どういった判断をするべきかっていうのを考えてない人っていうのはあまりいないんじゃないかなと思うんですね。まあ、基本的にはプラスの方向に動いているはずなんですけれども、それをですね、ただ実際にどんなふうにプラスになっているかっていうのをしっかりですね、見ていく必要はあります。 なので、まず円安に注意しておきたい、まあ、投資託のまずポイントをですね、まずお伝えしていきます。でもちろん当たり前なんですけれども、米ドルが円安に動いても、すべての人に利益があるわけではないです。当たり前ですけど、米ドルに投資している必要があります。まあ、単純に通貨は米ドルを保有しているというだけだと分かりやすいと思うんですけれども、それは例えば投資託の場合だと、あの米ドルの値動きだけではなくて、当然、その投資託が投資している株や債券もしくはリートとかですね、もしくはその債券 米ドルといっても、全部米ドルではなくて、何%、パーセント半分米ドルだけとかですね、まあ、いろんな理由が考えられると思います。なので、単純にその商品だけを見るんじゃなくて、その中身をですね確認するってことが大切です。 実際にですね、全体の割合を見るときに、まあもちろん株とか債券とかいろんな資産の例きを見ないといけないんですけれども、為替というところを考えるんであれば、まあ別に保有している投資託だけではなくて、まあ投資しているもの全体のですね、米ドルに対する比率、まあ、もしくは他の海外の通貨に対する比率っていうのは把握しておくことがすごく重要になってきます。まあ要はですね、米ドルが1円動くと、どのぐらい資産に影響があるのか、まあそれが10万円なのか、100万円なのか、200万円なのか、 どのぐらいですね、皆さんの資産が動いていくのか、もしくはあの株や配当、債券の利息であっても、円安になればこれまで受け取っていたものよりも利息も増えます。円に戻すことによって、ドルベースとか、そういったベースでは変わってないと思うんですけれども、まあ、配当はもちろんあの株なんで、配当の金額が変わっている可能性はあるんですけれども、基本的に債券の利息なんかは固定のものが多いので変わってないと思います。ただ、為替が動くことで受け取っているものが円に戻したときに増えていくると。 こういった為替の影響というのは、ですね、すごい基本的ではあるんですけれども、抑えておくことがすごく重要になってきますで。実際にですね、円安で保有資産の今度、価格がどうなっているかというところ、ちょっと今、為替だけのお話をしたんですけれども、単純にですね、あの月次レポートとかを見れば、投資員宅のです、ね、どのぐらい海外の通貨に投資しているかというのがすぐ分かると思います。 ただ、それがですね単純にじゃあ今日出ている数字がまさに今の為替なのかというと、当然、投資信託ていうのは、その価格ですね、あの基準価格はリアルタイム一番新しいものといっても、今日の為替、今日の株価を反映しているものとは限りません。当然、ですね昨日の株価の終値、ね、もしくは今朝の米ドルの数値など、ですね、まあ、商品によってどこを採用しているかというのが変わっていきますので。 そこに日々のコストを引いた数値が、まあ皆さんが普段見ている基準価格と言われるものになります。なので、タイムラグがあるっていうことですね。ここをしっかり押さえておかないと、昨日アメリカ株が上がったから持っているものが上がるはずだと。 まあ実際、上がるんですけれども、それが数値に表れるのにはちょっとずれがありますよということなので、逆に、ですね投資信託の価格を見ていて、上がった、下がったって見るのに、これ、ですね買うとか売るときするときっていうのは、1日ずれて考える形になったりする可能性があるので、注意点が必要ですね。特にこれがですね1つの国じゃなくて、複数の為替に分散投資しているようなら、これがですねどのような比率に応じて円安が受けているか。 単純に円が全体の為替から見て円安になっているのは分かりやすいんですけれども、例えば今、ドルだけすごく円安が進んでいるとか、他の通貨はそうでもないとか、まあ、いろんなですね、そのいわゆドル高円安ですね、何が軸で動いているか、ここをですね、しっかり見ておく必要があると思います。なので、投資信託というものは非常に便利な商品なんですけれども、単純なですね、その出ている価格の変動だけで、為替の影響を判断することはできないと。 まあ単純にレポートなど見ていただいて、ですね、要はその日の投資信託ではなくて、マーケットの株価や為替の方を優先的に見て判断すると、知ってる人は当たり前かもしれないんですけれども、まあ、意外とですね、見逃している方もいらっしゃいますので、あのこのあたりです、ね、ちょっと注意しておいていただけたらと思います。であとです、ね、まあ、長期投資では気にならないかもしれないんですけれども、こういった売買を考えるタイミングっていうのはです、ね、価格変動の理由。 また、採用されている数値ですね。まあ、さっきのズレとかのお話になるんですけれども、そこをですね、しっかりと押さえておくことが大切になってきます。で、今回ですね、円安が進んだ時に問い合わせも結構ありましたのが、急激な円安でも積み立て投資って続けるべきなのかという質問ですね。ここ最近ですね、こう、積み立て投資を始めたいして、すごく増えてきました。まあ、実際に自分でやっている方もいれば、子供のためにとかいう方もいらっしゃいます。 まあ結論としては、ですね、積み立て投資を始めて、例えば5年後、10年後、このぐらい資金を作るために投資しようというのであれば、もうそれはですね、続けるべきだと思います。こういったですね、積み立て投資の一番の注意点というのは、継続して投資を続けられるかどうか、もうこれにつきます。実際、積み立て投資というのは、もちろん運用してですね、いい成果が出ると一番いいんですけれども、大切なのは将来的な貯蓄を作りながら、それをさらに運用して、効率的に資産を増やすと。 いう目的なので積み積て投資を続けることで、まあ、いわゆる、まあ、それは投資の元本とか、もしくは将来の貯蓄の代わりになるものにです、ね、それを作りにいっているので、それをやめてしまうっていうのは、まあ、本来のですね積み立て投資の目的からはずれていると、もちろん相場によって、結果的に後で考えたら、今、売っとけばよかったとか、というのは出てくると思うんですけれども、これは誰もわからないことなので、そういった売った方の判断をしないということが、積み立て投資のポイントにもなりますので、ここは継続と。 まあ投資の評価損がです、ね、嫌になってやめる方っていうのも多くいらっしゃると、これ一番おそらくあの積み立て投資が続かない理由の一つにもなるんですけど、それに加えて逆にです、ね、今回みたいにまあ相場というよりは為替、ね、が円安になって、結果的に保有している積み立て投資の商品が上がっていくと。 最近 S&P500 で積み立てしている方とか、もしくは、あの、株式のですね、あの全世界株とかに投資している方、非常に多くいますので、思ったよりも高値になってきているので、まあ、一回売ってしまおうという、そういう考え方もですね、単純な資産運用としては値上がりが予想より1 0い円で売るというのは理解できるんですけど、ただ、積み立て投資ということで考えると、継続するべきですと。ここをですね、あの間違えるようにしていただけたらと思います。 実際にですね、もしかしたら結果的に相場が崩れる前に売却できたら、これ正解だという形になるんですけれども、大切なのは繰り返しになるんですけれども、まあ、それのタイミングっていつかわからないと。で逆に一回売ってしまった場合、またどこから積み立てを直せばいいのかっていうのですね、まあ、これもわからないと。なので、積み立て投資の中で、その積み立てをしていくということも重要なんですけれども、ずっと相場に自分のお金を置いとくと。 それによって、売ったかったとか、もしくは上がり下がりというのを気にせず、長期的な目線で資産を増やしていくということができるようになるので、売ったかったをしてしまうと、やっぱりそこでタイミング投資、ちょっとそこは相場に乗るとかではなくて、まあ、自分で高いか安いかを判断するという、ちょっと難しい投資の方になってしまいますので、注意が必要です。なので、 この話、何度もしてるんですけれども、あくまで長期間投資をする上っていうのは、資金を貯めるために積み立てをしながら、まあ、同時に運用することで、効率的に資産を増やすことと。これですね、もう積み立て投資の本質はここになります。なので、どちらかというと機械的に運用するっていう方がですね、うまくいく結果につながっていくと思います。で積み立て投資のですね、こういったあのポイントとかお話しすると、言ってしまえば忘れてるぐらいの方がいいと思います。この相場のですね、あの機微であったりとか、タイミングっていうのは考えない。あくまで 本当に自分が詳しいんであれば、ですねその相場のタイミングを見て、売買をしていけばいいと思うんですけれども、あくまでこういった資産形成で使う積み立て投資っていうのは、投資経験や知識に頼らないっていうところがポイントになってきますので、そういったやり方の一つだと、資産形成の一環だということを忘れないようにしていただけたらと思います。このあたりですね、ちょっと繰り返しのお話になっていると思います。まあ、結局は歌ったかったしないってことですね。 で次にですね気をつけていただきたいというか、お話しておきたいのは、為替ヘッジをしている投資信託の,のコストのお話ですね。今回、ですね為替が円安になっているということで、すごくメリットを受けている方もいれば、まあ、逆にですね海外の投資だからといっても、まあ、為替のヘッジ、まあ、いわゆる為替のリスクを抑える投資ですね、ということをしたことによって、為替の円安のメリットです、ねまあ円高になればデメリットだったんですけど、あのヘッジしてよかったと。 まあ仮に円安になってしまったので、為替ヘッジをしていることは、今現在ではまあマイナスになっている方ですね、マイナスに働いてしまっているというふうに言えるかと思います。これもちろん、どっちに動えたのか分からないというお話はあるんですけれども、ここで何がお伝えしたいかっていうと、このヘッジ取引に関するコストですね。これに関してちょっと気をつけていただけたらと思います。要は、今もし為替ヘッジ型の商品を持っている方はですね、円安のメリット受けれなくて残念だなという方、多くいらっしゃると思います。ただ、 逆にですね、これはもう本当にどっちが良かったか分からないっていうお話になってきますので、これも本当に皆さんのですね、ニーズによって変わってくると。そこまでのリスク、リターンを求めないんであれば、もう相手を抑えておくっていうのは、これ全然間違いではないです。ただ、気をつけていただきたいのは、今回ですね、為替が円安になっていた要因の一つとして、金利が上がっていたと。日本の金利は上がってないので、アメリカの金利が上がっていたと。で、ここで為替平地のコストっていうところが問題になってきます。 どういうことかというと、日米金利差が拡大すると、為替平地のコストは基本的に増加していきます。ざっくり計算ではあるんですけど、為替平地のコストっていうのが、米ドルの短期金利から日本の短期金利を引いたもの、これがおおよその為替平地の目安になってきます。なので、 実際にですね、今、日米の短期金利差っていうのは2%以上、2%近くですね、前後ぐらいで動いてきてますので、単純に考えればですね、去年までほとんど為替平ジのコストっていうのはかからなかったのに、今年に入って金利が上昇したことによって、為替平ジのコストは年間2%ぐらいかかってくるというふうに変わったということですね。なので、もし為替平ジのですね、そういった運用されている方、 もともとこういった為替市のコストとかっていうのは変動するものなので、基本的に投資身託の資料とか見ても、まあ、具体的な数値って記載されてないことがほとんどです。ただから単純にですね、ただ為替ヘッジが増えたな、為替の円安のメリット受けれなかったなで終わらせたのではなくて、為替ヘッジをしていることによって、まあ、むしろですね、確かに為替を メリットはないむしろここからもし円高いった時のデメリットもないんですけれども、ただ、コストは増えてるんだよと、目に見えないデメリットが出てきてるんだよというところをですね押さえておいていただけたらと思います。まあ、このぐらいのですねどのぐらいのコストかかるかとか、まあ、いろんなコストがですね実際かかっているかっていうのは、月次レポートを見ていただくと、全部の投資身高の商品ではないんですけれども、まあ、どのぐらい費用がかかったかっていうのが、大体記載されていることが多いです。 でそこでですね、月でかかっている費用なので、それを年率に直していただくと、あだいたい今このぐらいの、えー、ヘッジコストかかっているなというのが、おおよそ読み取れると思います。まあ、それがですね、皆さんがリスクを抑える費用として許容できる範囲なのかどうかというところをですね、まあ、ご検討いただけたらいいのかなと思います。で最後にお伝えしたいこととして、まあ、どんな相場であっても、一つ一つのですね、まあ、疑問点とか、 その相場に向き合って、今回のような円安の時に、どんな理由で円安になってで、それが自分の資産がどういうふうになっていくのか。でそういった実は相場が動いた時にですね、分析とかをこう繰り返していくことによって、まあ、投資の勉強になったりとか、自分の資産をどういうふうに管理したらいいのかなっていう実体験になっていきます。ただ、なかなかですね投資の勉強したり続けてる人でもですね、あのまあ、こう仕事でもなければですね、なかなか継続してやれるって方、やっぱり少ないのかなというふうに思います。 特に資産形成ですね、している方っていうのは、基本的には日中、仕事とか家庭の用事とか忙しいという方が多いと思います。そういう方ほどですね、なかなか相場を、この上がった下がったをですね、対応していくってやっぱり難しいのではないでしょうか。ただ、長期投資をしているのはですね、まあ、そういった日々の相場に振り回されることっていうのは、必要がないですし、振り回されてはいけないと。 相場に慣れていなければですね、まず少額からやっぱ始めようってよく私、お話してるんですけれども、やっぱりちょっと相場に慣れるっていうことがすごく重要になってきますし、相場によってですね、いい時もあれば悪い時もありますと。で去年のところはですね、結構値、ね、動きが大きいものが好まれてる時期もあったんですけれども、やっぱり下落してる時にですね、そういったお話って急になくなったりします。なので、あくまでですね、無理せず、マイペースに投資になれつつ、長期投資っていうのを望んでいただけたらと思います。 そのですねこういったことの繰り返しだと思います。あの相場というのは、毎年毎年何かしら動きがあります。私も10年以上、こういった相場というのに向き合ってきて、全く同じっていう年はもうなかったと思います。もちろん、毎月っていうところで似たような時っていうのはあるんですけれども、まただその時の時にですね、あの一つ一つ、どういった商品がどう動いたとか、まあ、どういった資産に影響が及ぼされていくのかとかですね、まあ、その時にですね、少しずつ積み上げていくもので、知識が深まって、まあ、経験が積み上がっていくと。 まあやってみないと分からないっていうことがたくさんあるっていうことを是非知っていただいてですね、それの中であの投資と向き合って皆さんのまあ資産形成、もしくはですね、値段を大きく増やすんであってもうまくいくですね、もしくは失敗しない大切な下積みというか経験の一つにしていただけたらと思います。最後まで動画の視聴ありがとうございました。今回の内容が皆さんの資産運用のお役に少しでもなれたなら幸いです。 この動画の元となった記事は概要欄にリンクが記載してありますので、もしよろしければそちらもご覧ください。もしこの動画の内容が良かったと思ったら、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また次回の動画もご覧いただけると嬉しいです。本日はご視聴ありがとうございました。